名手駅は、和歌山県木の川市名手市場にある、西日本旅客鉄道和歌山線の駅である。和歌山線の山と二見和歌山間は、私鉄の木和鉄道により建設された。木和鉄道では、当初から当時の名手村に、名手駅を開設する計画があり、1900年6月に行った設計では、名手谷川より東側に設置する予定であった。 名手村で鉄道の設計協議を行う委員として、選ばれたのは、名手、谷川の東の穴伏せから二人、名手、谷川の西の名手市場から二人で、木は鉄道の原設計に対して、穴伏せの委員は異議を唱えなかったものの、名手市場の委員は、名手、谷川の西に駅を移すべきであると主張して、同意しなかった。停車場の位置選定は、 会社の権限に属することであるとして会社側はこれを拒否し村長に仲裁を求めたものの村長も仲裁することができなかったこのため会社側は一旦駅設置の計画を見送ることになった名手市場やその木の川対岸の麻生津などはみかんの産地でその発想を期待できたこともあり地元からは駅設置見送りに失望の声が上がったが会社は 木が熟すのを待つということになった。その後、村の設計委員は、名手市場の西側の現在地に、駅設置を行うならば、設計に異議を唱えないと、村条約の副書を添えて会社側に承諾書を提出し、停車乗用地の寄付を行うこと、設置費用として1000円を寄付することなどを申し入れた。これにより会社は、駅設置の計画を再開することにした。 しかしなおも争いがあり、村長は手続きが適正ではなかったので承諾書を取り消すと主張し、助役は適正であるのでそのままで良いと主張し、会社は適正なものとして駅設置の手続きを進めたため、村長側が定心大臣に陳情書を提出するという事態となった。会社側はあくまで名手市場西側に設置するものとして名手。 谷川東に設置を求める意見を拒み、先の停心大臣への陳情書を取り下げるよう要求したが、村長の更迭騒ぎがあって、取り下げが遅れ、その間に停心大臣から事態の説明を求める文書が送付されるようなことになってしまった。こうした葬儀を経て、1901年10月1日にようやく駅が開設されている。 相対式2面2線のホームを持つ行き違い可能な地上駅。上りホーム側に駅舎があり、下りホームへは小川よりの無外戸線橋で連絡している。橋本駅が管理する無人駅。一部の列車を除き、すべての扉は開かない。便所は男女共用の組取式。1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。